中居正広&千鳥大悟アップデート。知れば人生が豊かになる情報満載のゴールデン特番第2弾 TBS 系では4月15日に中居正広と千鳥大悟が MC を務める中居大悟に言いたい人々午後7時を放送。ゲストに長嶋一茂、浅木邦子、大島美幸、森美奈香を迎え、さらに VTR ゲストとしてマット、万田久子、すみれ、中岡総一、ロッチが出演する。進行は田村雅子アナウンサーが担当する。ゴールデン帯で第2弾となる中居大悟に言いたい人々はずっと自分の世界にとどまり続けている昭和おじさん代表の MC 中居と大悟をアップデートさせるため、知れば人生が豊かになる情報を伝えたい人々が次々とプレゼン。驚きの情報を知った中居と大悟はアップデートして情報を持ち帰るか置いてくのかを判定していく。前回えりすぐりの寿司券を紹介し、中居と大悟をうならせた長嶋はさらにアップデートしてほしいとお肉をテーマに2店舗の情報を提供する。1店舗目は京都に本店を構え、昭和のスターも足しげく通ったという大人気店だ。牛肉の中でも最高級の部位であるシャトーブリアンを使った超高級ステーキを紹介する。長嶋から店の情報を聞いた大悟が思い出の店と奇跡の再会を果たす。2店舗目は長嶋がとんかつを食べるならここしか行かないという豚のシャトーブリアンが食べられるとんかつ料理の店だ。またもはや日本の文化となった推し活、推し活の素晴らしさを中居と大悟に伝えようと19人の女性たちが集結した。将棋の藤井聡太八冠推しや松健こと松平健推し、力士推し、そしてなんと大悟推しも登場。推し活の魅力をプレゼンする。さらに韓流アーティスト推しだというゲストの浅見がコロナ禍で一気に沼ったという BTS の魅力を、嵐推しのはずの大島は好きを通り越してメンバーになりたいと思うほど BE ファーストにハマったエピソードを告白する。そしてビジネスホテルにしか泊まらない中居と、ホテルにさほど興味がない大悟にホテルに関する最新情報をマットと万田が全力でアピールする。マットはスミレと一緒にラグジュアリーなホテルや睡眠に特化したホテルを紹介。さらに実際にホテルで使用されているベッドがスタジオに用意され、中居と大悟が好みの枕を選んでホテルでの快適な睡眠を疑似体験する。一方マンナは超セレブに大人気のベラビスタスパ&マリーナ尾道にロッチ中岡総一を招く。 TPO に合わせて都度衣装替えまでしながらエステ付きのメゾネットルームやマンナが愛する料理の魅力を伝える。収録を終えた中居は大悟の話で点と点が線になる奇跡も起きました。日頃なかなか経験のできないものを食べられたり、普段知らないことを知れ、中居と大悟にアップデートしてもらおうということで始まった番組ですが、今回もアップデートできているのかな。どのプレゼンも見応えある内容ですのでぜひご覧くださいとアピール。大悟も本当にいろんな意味でお腹いっぱいです笑い。個人的に何十年ぶりの思い出あるお店が出てきて本当にびっくりしました。中居さんが MC として仕切る番組が多い中で、この番組の時はすごく自由で、わしが訂正していかないといけない体験をして相方のノブの大変さに改めて気づきました笑いと思いを巡らせている。